MLB、カージナルス、ドジャース、日本時間18日、セントルイス、ドジャースの大谷翔平投手は17日、日本時間18日、敵地で行われたカージナルス戦の第3打席に4試合ぶりの38号ソロを放った。この日は二投類も決めており、ドジャースの球団新記録を打ち立てた。初回の第1打席に死球で出塁すると、すかさず二投に成功。 第2打席は振り逃げで出塁して再び二投を決めて、これで今季37投塁目となった。そして第3打席には打球速度111.9マイル、約180年1月キロ、飛距離384フィート、約117メートル、角度21度の一発を右翼後方のブルペンにはたき込み、史上6人目の40の40、2球接近した。 ドジャース専門ポッドキャスト、インサイドザラビーンで司会を務め、米スポーツ局、ESPN の番組にもゲスト出演するブレイク・ハリス記者は、大谷が今季本塁打を放って盗塁を決めたのはこれで8試合目。これはドジャースのチーム新記録と伝えた。ファンは、大谷はただただ、ドジャースの複数のチーム記録をかっさらっている。加入、1年目に、まともじゃないと感心。 8月は試合前時点で14試合に出場して打率。164と不審だったが、再びエンジンをかけるだろうか。